はい、じゃあ次紹介します。もしもしシティっていうあの企画です。6名のアーティスト、岡田俊樹さん、上里雄大さん、中間彩香さん、ヒスロム、増田美香さんと村川拓也さんに、それぞれテキストをあの書いていただいて、京都のどっかの場所を選んで、架空のパフォーマンスを作ってほしいって言って、その架空のパフォーマンスのテキストを書いてほしいっていう、ことをお願いして、そのテキストがあの録音されて、お客さんとしては、ロームスクエアの受付に行ったら地図をもらって、その地図にあのポイントがあるんですけど、そのポイントに行ったら、その録音したテキストをその場所を見ながら、聞いて、架空のパフォーマンスを想像するっていう、あの企画ですね。そうですね。なんか多分なんていうのかな、舞台芸術の界隈ではこれまでもこう街中に出て行って体験する形のパフォーマンスっていうのはあったかと思うんですけれども、まあ多分その中でもうなんていうかな、新しい部分っていうのはなんかまあ京都市の中でなんていうかな、架空のものを想像するっていうところがまあ一番肝にあるっていうところかなっていう気がしているのと、各作家がまあ選んでくれた場所にすごくなんていうかな、由来した物語というか、関係のあることが語られていくっていうことがすごい特徴あるんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね。そのテキストは全部できて、録音もね先週終わったんですけど、そのアーティストによってその全然違いますね、そのテキストが。そうですね。それがすごい面白いっていうか、そのね同じなんか枠なんだけど、その個性がすごい、あの出るっていうか、あのすごいいいテキストをなんか書いてくださって本当に面白いですね。そうですね。で皆さんね、京都にゆかりのある方々だから、すごくその選んでる場所と、その場所でまあどういう世界を展開するかっていうところが、まあ確固たる世界観がねそれぞれの方にあって、まあやっぱりそれはその場所に行って体験していただきたいなって思いますね。目の前に見えてる光景がもしかしたらいつも通ってる場所かもしれないし、まあ初めての場所かもしれないけど、まあ何もなく見ているのと、知らなかった場所多いですよね。そうだね。京都に結構長く住んでるけど、こういう場所あったんだっていうのを選んできたりとか。そうですね。まあだから見慣れてるかもしれないし、初めてかもしれないけど、じゃあそこに何を見るのかっていう。そうですね。結構見る方というか、体験する方の想像力が試されてか、自分の想像力をどう使えるかみたいなところも面白いかなって思いますね。あの全部の情報が与えられてるわけじゃないから。そうですね。まあ、架空のパフォーマンスってことやから、なんていうかな、アーティストもなんていうかな、物理現象とか予算規模とか関係なしに考えられるから、そういう意味でもアーティストのこう、アーティストってまあ言うたら常日頃なんかいろいろ妄想してるわけで、なんかそれのこう一端を垣間見れるような企画でもあるのかなという気は。ちょっと未来をそうですね。で、受付が10月8日から10日の週末と15日から17日の週末、はい、で、ロームシアター京都のロームスクエアに受付設置するので、そこで来ていただいて、地図をその場でお渡しして、実際その地図を手に回っていただくというパフォーマンスです。はい、で、音源自体は10月24日、あのフェスティバルの会期最後の日までお聞きいただけるので、なんかね、ちょっとそうなんですよ。いろんな場所になったので、そうですね。各所の総周遊時間が約6時間ということになっておりますので、ちょっと1日で回るのが難しければ、複数日で、回っていただいても、そうね、一番長い作品ね。はい。ということになっております。ぜひ足を運んでお楽しみください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。